こんにちは、奥野瑛太です。まさかこうオファーをいただけるとは思ってもいなかったので、正直びっくりしたっていう感想でした。はい、まあ、主人公のリオもそうなんですけど、もう出てくる登場人物が全員なんていうんですかね、一筋縄じゃいかないような人たちばっかりで、その中でこうリオを中心に話が展開していくってなると、多分目まぐるしくこういろんな話がこう展開されていくんじゃないかなと思って、楽しくちょっとワクワクしながら読んでました。以前違う作品で薬師丸ひろ子さんの、まあ、義理の息子をさせてもらったことがありまして、今回、まあ、実の息子ということなので、同じ息子でも多分相当違うので、いやどうなるのかなと思いながらちょっと楽しみです。まあ、まだ1話と2話しか読んでない現状なんですけど、もう展開がちょっと読めないぐらいなことになってまして、それぞれの登場人物の、まあ、背景が非常に濃く描かれているので、それについていけるかどうかっていう脚本だったり現場の目まぐるしい変化にこう楽しみながらついていけたらいいなっていう感じで思っております。今、まあ、髪の毛短くて坊主なんですけど、あの毎回使ってるバリカンがあって、どこのバリカンよりもそれ友達からもらったものなんですけど、それがずっと使ってるやつです。バリカンです。で、自分でやることが多くて、時々、まあ、作品によっては現場でやっていただくこともあるんですけど、それじゃちょっと納得いかなくてやっぱり買い直したりするので、そのバリカンが相棒です。もう15年ぐらい持ってますね。全くノーブランドのバリカンなんですけど、それが最後のバリカンです。本当脚本も現場も多分本当に目まぐるしく変わっていくと思いますので、それをこう少なくともこう楽しみながら望んでいけたらいいなと思っております。10月スタート、金曜ドラマ最愛、ぜひご覧ください。